うねりどりという相場先生の手法に興味津々だと思うんですが誰でもできるようなチャートだけで大事なのはね、練習なんですよ、はい、これがあのうねりどりの基本そのうねりどりを習得することができるようになるなりますこれは100%になります、ね、100%? なります皆さんこんにちは三井千恵子ですさて早速ですが相場先生をご紹介したいと思います、はい、相場先生は国内為替ディーラー 株式トレーダーを経て外資系投資銀行でファンドマネージャーなどをされていたとといいうことですねはいはい、現在は自己資金の運用とうねり取りというプロのトレード技術を教える投資家の育成に注力していらっしゃるということです。今日はどうぞよろししくお願いします、はい、ご覧いただいている方は多分このうねり取りという相葉先生の手法に興味津々だと思うんですがどんなものなのか簡単に教えていただけますか。はい、はい あのうねり取りって言いますのはね、はい、あの江戸時代。の米相場が発祥なんです。すごいなんか古い,古いですよ、ねうん。古いですね、えー。米相場にも相場師がいたんです。はい、はいうん。そして、えー、米相場の相場師はですね、うねり取りを使って。利益を上げてたんですね。そして。明治になって、証券取引所が開設され、明治、大正、昭和、そして平成と。えー、実は本物の相場師。 はい、あるいは本物のこうトレーダーってますね。はい、実際うねり取りをやっていることが多いです。<ー>はい。はい、で、トレーダーの中には天才トレーダーとかい,いますけれども、はい、天才トレーダーのやってることっていうのは我々にはできないです。私も、えー、金融機関にいたけれども、天才トレーダーのようなトレードをですね、私はできない。アリパ先生もそうなんですか。できないできないきない。やっぱなんか天才ってなってみたいなと思いますけど、なかなかそうはいかない、ねうんうん、いかないですよね。 ところがこのうねり取りという手法ですと誰でもできるようになる、はい、本当ですかはい再現性がある、はい、一度できるとまたできるそしてまたできるそして積み重ねですから一度できたところにまた工夫を加え練習を重ねていくとどんどん上手になる車の運転と一緒ですよ車の運転、うん、まあ車の運転は誰でもできますよね、うん、最初はできないでしょ教習所に教えてもらって、はい、でなんか 本当に自分は卒業できるのかななんて思い先生に怒られながらで路上教習やって免許取って初めて公道に出た時ドキドキするじゃないですか車とすれ違う時ドキドキすね。で初めて首都高走った時とかドドキキしますでも今だったらもう余裕じゃないですかそのように上手にこれ技術自転車に乗るのも一緒ですよね。ただなんかあの 自動車の運転とか自転車って、はいはい、ます、あ。確かに最初は自転車も転びますけど、うん、まあ誰でもできるイメージなんですが、誰でもで誰でもできます。うねりどり、うねりどり誰でもできます。マスターできるように教えていただければなるということですか。で一つあのそこでね、はいえー、考え方を変えていかなければ変えていただかなければならないことがありましてね。だ、はい大体皆さん会社誌を見たり新聞を読んだり。はい あのそして買う銘柄を決めてそうですよね皆さんやっぱり多分ご覧になっている方も決算とかニュースとかのま情報は多分見てらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますあとチャートを穴が開くほど見つめてる方もいらっしゃると思うんですよダメですかあのまああまりよろしくないんですねうねりりの考え方から言ったら実はそのうねり鳥っていうのはチャートだけチャートだけ百パーセントチャートではありませんが概ねチャートの動きだけを見て やるんですね、あのー、皆さんも三井さんも後で、はい、どの銘柄でもいいからチャート見ていただくと、はい、上がった後必ず下がる、はいうん、下がった後必ず上がる、はい、で上がってるのをずっと見ててくださいいつか必ず上げ止まってまた下がっていきますから、はい、下がっていくのをずっと見ててください下げ止まって横ばいになってまた上がっていきますからでその上がっていくのをずっと見ててくださいまた下がってきますから。 どの銘柄も全部そうです世界中の金でも銀でも東京のマーケットの株でも全部上げ下げを繰り返して上がっていくか上げ下げを繰り返して下がっていくかあるいは上げ下げを繰り返して横ばいかそのどれかに必ず当てはまるんですね。 なるほど、やっぱなんかテクニカルとかが好きなかったチャートだとやっぱいらっしゃると思うんですけど、うん、それとはまた違う、ね。また違う。テクニカルいろんなこと使うでしょ。あれいろんなことやってるうちに本当は分かんなくなっちゃいますよ、ね。もうでわかんなくなっちゃう。ああ、確かに。うねり取りはテクニカル、まあチャートだからテクニカルなんだけれども、いろんな難しいことを排除して、ただの上げ下げの流れを追いかけていく。なるほど。ということで。 考え方はすべてのその会社に関わることはチャートに現れるっていうのが,これがあの,うりりの基本なんか格言が出たところでそういうことです、はい、で大事なのは、ね、でもチ,ャあのチャートの、ね、練練習習なんですよあチャートを見る練習するとか売り買いの練習をしなきゃいけない、ネイドリりでは。やっぱ株式で練習というこ、ん、と聞いたことないですよね。うん あの例えば<習>高校球児のことを考えてほしいんですけど、はいえね、三井さんに調べていただいた、えー、甲子園で優勝するために地方大会で7回勝って、はい、そうなんです地方によるけど、うんまあ、マックスだと7回ぐらい勝つと例えば神奈川県大会優勝とか、はい、東京都大会優勝、はい、そして甲子園に行って甲子園だとどうですか6回 っててまね、なんかシードがなければ6回、うんね、なのでマックスだと本当14回とか十、うん、何回か勝たないと優勝までいかない,みたい、ね、そうですそうすると地方大会8試合、はい、甲子園で大体6試合として、はい、甲子園で優勝するためには14試合経験するわけですよ。ところが、はい、14試合で日本一の甲子園で優勝をしたチームっていうのはおそらく365日中360日は練習をして。 そして何百試合という試合を経て甲子園で優勝になるわけですからあの本当の成果を出す人というのはどの分野でも練習をして多分テレビに出ている歌手もあの番組で歌ってるだけじゃなくて多分相当練習をしてそれからまあ演劇の人たちも。 舞台、舞台がいきなり本番じゃないじゃないですか。舞台の前に、それこそもう血の滲むような練習をして臨む。そうですね。<と>舞台の稽古の前もやっぱ自分でもしてます,もんねしますよね。だから、株の世界で練習をして、本番の買いを入れるって人はなかなかいない。あ,あ、でも、なんか、そう伺うと、うん、確かに練習するのって当たり前だと思ってましたけど。株に関しては、そう思ってる方すごく少ないんじゃないですか、ねうんうん。そうです。 でうねり取りっていうのは囲碁とか将棋のように囲碁いきなり将棋でいきなり王手ってかける人いないじゃないですかいいないですまずいろんなことで相手を揺さぶったり取ったり取られたりして最後王手で勝つじゃないですか、はい、だから、あのー、株のうねり取りの世界でも囲碁将棋と一緒なんですそうすると練習が必要なんです。うねり取り取再現性はあるるた、はい、ただそのために練習をすると そして練習を十分にした後本番に臨むこれがですね、えー、私がやっているじゃあ相葉先生も練習をされて、うんうん、今の相場のいまだに練習してますよいまだにそうですよ一郎選手だってね今も練習してるでしょそうそから浅田真央さんも引退した後だって1日8時間練習してるらしいですよあのね、えー、こういう例え皆さんによく言ってるんですけどキャベツの千切りがありますよ キャベツの千切り一個目だとそんな上手にできない、指切っちゃうかもしれない。でも二個も三個も、毎日三個ずつ、毎日三個ずつやって一年経ったら多分目を閉じても切れるような。確に。練習を積み重ねることで上手になっていく、これがうねり取り。なるほど。じゃあ、はい、練習すれば誰にでもそのうねり取りを習得することができるようになるという、うん。なります。これは100%になりますね。100%なります。あ、大きい声出ちゃった。100%。<laughs> はい じゃあ皆さん、でも、そのうねる取じゃあどうやって練習すればいいのかとか、あと実際、今の自分たちがやってる投資が、どう、はい、間違ってるって言ったら変ですけど、ちょっとあの相場先生の上ね取りから言うと、ちょっとずれてるんじゃないっていうところなのかが気になるところだと思うので、次回は一般の投資家さんがされていないと思われること、また、気になる銘柄選びについて、お話を伺っていきたいと思います次回もどうぞよろししくお願いします。 ごご覧いいただきありがとうございます。この動画の詳しい内容はこのムービーの下の「もっと見る」の欄の中にある URL をクリックしてくださいスマートフォンの方は縦に表示して三角ボタンをタップして動画の説明を表示させ URL をタップしてください